エスコンフィールドで行われた新メンバーのオーディション。今年は道外からの106人を含む291人が応募し、書類選考と実技試験を経て34人が最終審査に。最後の審査ではそれぞれの特技を懸命にアピールします。新メンバーオーディションの合格発表を行います。新たにファイターズガールに加わるのは17歳から25歳までの12人。名前を呼ばれると同時に涙を流していたのは宮城県出身の25歳。実は今年はエスコンフィールド北海道でビールの売り子としてお仕事させていただいてました。ずっと見ていた側だったので、なんかすごく不思議な感じで、まだ実感が湧かないんですけど、とてもワクワクしています。そしてファイターズガール史上初となる双子、羅臼町在住の姉妹も。ユニゾンを受けるの初めてですか？初めてです。本当に憧れのファイターズガールになれて、夢みたいでまだ信じられないです。私たち2人でもう底なしのパワーと笑顔で頑張っていきたいなと思います。新たなスター候補生を加え、ファイターズガールは総勢24人で来シーズンを迎えます。